い、皆様ごきげんよう、あきおみです。今回の動画は、ハンドスピナーの動画になります。こちら、キネティックスアジアパシフィックス、略して KAP なんですが、面白い素材のハンドスピナーを購入したので、そちらを紹介していきたいと思います。どんなものなのかと言いますと、まあ、今回は素材系の動画ですね。素材もの見せちゃいましょうかね。このとってもちっちゃいハンドスピナーなんですが、これ何でできてるかと言いますと、タングステンという金属でできておりまして、あの金属の中ではかなり重い素材の金属になります。でそちらを他のチタンですとか、そういった似たようなサイズのスピナー比較したりしていきたいと思います。ではアップで見ていきましょう。ではこちらに並べてみました。これが、KP の箱で、もう中身出してしまってるのですが、これがコリジョンタイニーのタングステンですね。こちらがそのカードになります。金属製の、あのしっかりしたものになってますね。コリジョンタイニーです。材質がタングステンの R188 ベアリングになりますね。で付属品は、あの拭くやつとベアリング予備と、あとステッカー類ですね。それとこのちょっと分かりにくいんですが、 KP のロゴが入っている巾着が付属しておりました。これがタングステンのハンドスピナーですね。もう本当にちっちゃいです。もうこれ持つところも持っても、このちょっと回す部分に指が触れて回しにくいくらいちっちゃいんですけれども、これが、タングステンでできておりました。結構重量があります。まあ、大きさですね、だいたい一番長い辺で3センチの、まあ、1.5 くらいですかね。それくらいの、もう本当にもう人差し指の第一関節くらいしかない大きさになります。でとっても重いんですけれども、何グラムあるのかちょっと測りで見てみましょうかね。タングステンのコリジョンタイニー、重さがこのサイズでですね、だいたい 46g あるんですよね。 45.9g っていうことで、どれくらい重いのかと言いますと、まあ、似たようなサイズ感のですね、昔アメリカのアマゾンから輸入したスピナーが金属製なんですが、このサイズで 18g ですね。まあ、サイズ感もほぼ似たような感じで揃えてみたんですが、で、まあ金属と、まあ、樹脂とは全然違うんですが、フルサイズのペイですね、コリジョンのペイはと言いますと、まあ、21.9g、まあ、22g なんですね。でじゃあこの、まあ、チタンと比較すると、まあ、 あのトルクバー本家のチタンのスピナーなんですが、これが 31.3g なので、全然タングステンの方が重いって感じなんですよね。タングステンってとっても重くって、割と高価なんですよね。これがタイに一番ちっちゃいやつで、だいたい165ドルで購入しました。あのフルサイズになるともうちょっと高いんで、ちょっとさすがに手が届かなかったのと、タングステン初めて購入する素材だったので、今回は一番ちっちゃいやつでどれくらい重いのかっていうのを触ってみたくて購入したんですね。ちょっとよく見てみましょうかね。あのこのレインボーカラーといいますかね、このキラキラしてるブルー。タングステンも多分酸化皮膜で色が変わるんじゃないかなと思って、この皮膜になってるんだと思うんですが、こちらですね、この輝きといいますか色味が美しいですね。はい、では今回の動画はもうタングステンなのでね、重さを喋るくらいしか話題がないんで、まあ、この辺りにしておきましょうか。では皆様ごきげんよう。